イーチャリティーチャンネル。はい、こんにちは、イーチャリティーの犬草です。今日はですね、こちら久しぶりにですね、ウィリーのね練習を、やっていきたいと思います。で、まあちょうどねコロナがですね、まあ、流行る前ぐらいからね、ウィリーの練習の方をやってたんですけども、まあ、ぎっくり腰になってしまいまして、まあ、腰がね痛かったのと、まあ、ちょっとねコロナのね最中にですね、あんまり怪我するのも良くないなと思って、まあ、しばらくね自粛してたんですけども、体の方もね完璧に治ったのと、まあ、そろそろねスタートしてもいいのかなと思って、今日からねまたやっていきたいと思います。はい、別のね、まあ、YouTube の動画でですね、いろいろね、まあ、ウィリーのやり方、また研究してみたんですけども、やっぱりいきなりねこうゴールにね行こうと思ってもなかなか難しいんじゃないかなと思いまして、まあ、今日はですね、こぎ上げの練習と、であとまくる、まあ自転車のねこうタイヤ前輪がね浮いた時にですね、後ろにひっくり返らないような練習ですね、まあ、この辺りをですねちょっと、練習していきたいと思います。最初はねこぎ上げですね、まあ、こういう風にね自転車乗らずに、やってもいいみたいなんで、まあ、こういうことですね。これはねさすがにすぐできるなっていう感じなんですけど、はい、こぎ上げバッチリなんじゃないでしょうか。次はね、まあ、乗りながらになるんですけど、今のねこぎ上げとこうこぎ上がった時にですね、後ろにねパッと立つ練習ですね、これをやっていきたいと思います。今の良かったんじゃないですか。結構いい感じじゃないですか。ちょっと動画見てみたいと思います。結構ねいい感じにできてるんじゃないかなと思います。で、まあ、やってみてね、できる時とできない時があったりするんですけど、まあ、やっぱりねちょっとした違いなんですけど、こう漕ぎ上げる時のねその漕ぐ力がこう弱かったりとか、あとまあ体重なんですかね、やっぱ後ろにこうガッと倒れ込むようにね、体重移動すると、まあ、かなりね楽々上がるような雰囲気でした。でこれ、まあ、実はですね、次このタイヤが上がった時にね後ろにひっくり返らないようにリアのブレーキでね、調整するみたいなんで、まあ、できたらね、そこまでちょっとチャレンジしてみたいと思います。
今ねちょっとブレーキかけてみました。ブレーキかけた瞬間ね、前がゴッとね落ちますね。いい感じだと思います。今日はね、練習この辺にしたいと思います。で今日はね、目標のね、漕ぎ上げとですね、で、まくりっていうんですかね、後ろにこう倒れないようにする練習と、で、その3つ目はですね、まくった後にね、こう途中でブレーキをかけて、後ろに倒れずにまた前輪がね、前にこうパタッと倒れるような練習の方を、やりました。で、YouTube で見る限りはですね、もうここまで行くと、あとはですね、前輪をこう浮かせた時にね、こうペダルを漕ぎながら、後ろに倒れないようにブレーキで調整しながら進むっていうところがね、最終のポイントだと思うので、ちょっとね、まだ感覚がね、いまいちつかめてないなって思う部分もあるので、引き続きですね、練習してやっていきたいと思います。で、しっかりね、漕ぎ上げができればですね、なんか腰に負担かかることあんまりないなっていうふうに思いました。なんで前回ねちょっとぎっくり腰になった時はですね、やっぱり上半身でね無理やり上げようっていうのがねすごいあったと思うんで、今回はですね、同じようにねまたぎっくり腰にならないようにですね気をつけてねやっていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。